養老は、来て二三日は天気だったが、それから雨が降り出した。この山合いの空気は自分の気にあったらしい。雑文の方だけは寝転びながらすらすらと書き続けた。もっとも一向に今日などは湧かなかったが、事務的にやっていられたのだ。気のせいか体もいくらか楽になったように思うが、 やっぱり楽しくは寝つかれない。雨も四五日は良かったが、一週間以上になるとわびしくなった。新聞を見ると東北の一部分を除いてはほとんどどこも一体に雨らしい。雨はここだけではないと思うと、日本中をいっぱいに一つの大きな雲が包んでいるような気がして、一層悲しくなってくる。 この春書いた長編小説を単行本にしようと思って、それの構成ずりを持ってきてある。退屈紛れにそれを取り出してみると、元より決して自信のある作ではなかったが、今更自分ながらさっぱり面白くないのに参ってしまった。自分は2、3年前からもう3冊ほど組みかけた本を途中から開版させた。今度またそんなことになっては、 本や絵もすまないし、それに今度の本には相画があって画家は非常に苦心している。だから画家に対しても申し訳がない。画家の熱心に対しても自分の書き殴った仕事が決まりが悪い。自分は近頃の自分があまりに無造作に仕事をしすぎるのをこの頃少し考え直さなければならぬと思い出した。しかし、 自分はそれでは何に苦心をしていいのだか、その点がわからない。芥川の死後、まだ焚いてしまわなかった書きかけの原稿が、半ピラの紙で約三千枚近くあるというのを聞いている自分は、彼のそんな全力的な努力に感心してしまった。締め切りの日は虚しく迫ってきて、長い方の創作は今度は間に合いそうもない。 その代わりに操り人形の変な脚本を書いてその方の約束は果たすとして、それではもう一つのこの脚本を書くつもりでいたところには何を書いたものだろうか。自分の身辺の出来事や変変たる見聞録見たようなものなどをいくら書いてみても全く仕方がない。雨は毎日やまず、 子供が東京でもらって持ってきた花火もマッチも湿ってしまって火がつきにくい。夜になるとしきりに犬が吠える。芥川と谷崎とが自分の家のベランダから食堂の方へ歩きながら谷崎は芥川に本をあげようと言っている。芥川が開いて見ている本を覗き込むとその大きな本は アルフレッド・クービンの、当店ンツという総画集である。自分も芥川にやろうと思って買っておいた本があったのを思い出して、そのことを芥川に言いながら、自分は書斎へ行ってみると、自分の本もやっぱりクービンの当店ンツである。そんなはずではなかったが、と思っても、どうしてもそれより他に芥川に進呈すべき本はない。 同じ本を二冊も、芥川だって必要ではあるまいし、しかし、今、面白い本を進呈すると言ってきた手前、自分は非常に困ってしまった。芥川の書いた脚本は、上演されて今日は初日である。自分と谷崎とは、作者に連れられて、それを見物するのである。幕は開いているが、芥川の芝居は、実に、 変なものである。舞台の奥の方に小さな家が一軒あって、登場人物は一人もない。この一軒家は化け物屋敷だということだが、そこから漏れてくる光は赤くなったり青くなったりする。それだけのことである。芥川はその変色する光線で化け物屋敷の効果を出そうとしたらしいのだが、 電気装置でそんなものはわけなくできることを知っている我々は、そんな子供魂見たようなものでは、凄さは少しも感じないわけである。君の芝居は、この意味で全然失敗だ。自分は芥川に向かってそう言った。実際、自分はひどく失望してしまった。芥川は、自分の批評に対しては、 青白い顔を自分の方へまともに向けたままで無言だった。そのうちに芝居は進んだ。見物人のつもりだった自分は、実は役者の一人であったので、座席から花道へ上がった。例の化け物小屋の傍らには石垣があり、その石垣と家との間には、かなりの大きさの柿の枯れ木がある。自分はその柿の枝をよじ登って、 石垣の向こうへ踊り越さなければいけない。自分は柿の木に捕まり、石垣の石の隙間を足場にわけなく登った。しかし、いざ乗り越そうとするときに、急に柿の枯れ枝がまるで生きたもののようにぐっと自分を石垣の方へ押し付けた。自分はその枝と石垣との間へ挟み込まれてしまって、木から降りることも、 石垣を踊り越すこともできなくなってしまった。中央に足をぶら下げたまま、自分は自分の体の処置に困ってしまった。その時、ふと、自分のすぐ脇のこの一軒家が化け物屋敷だったと気がつくと、自分はその家が非常に恐ろしくなってしまった。なるほど、芥川はこういう効果を狙って、 最初にあの化け物屋敷の円形だけを見せておいたのだな。芥川の芝居はつまらないと思ったのは、こうなってみると確かに自分の間違いだった。なんとしても困ったものだ。いつまでもこんな姿勢でいなければならないなら苦しくて仕方がない。足がだるくって仕方がない。夢はここで覚めた。 犬が吠えている。ガラス戸に風が当たっている。噴水のせせらぎの音に紛れて、雨の音はわからないが、トいに雨だれがしきりにするのを見ると、雨もだいぶん降っているらしい。夢の中の恐ろしさは無論すぐ消えたが、寂しさだけは目が覚めてもそっくりそのままに残っている。夢の中の谷崎はぼんやりしていたが、 芥川は写真のようにはっきり印象に残っている。臆病な自分は小便を催しているが便所へ行くのが嫌になった。自分は部屋の小窓のことを考えた。その下は庭といえばまず庭だが少し崖のようになり雑草が茂ったままだからそれにこれだけ雨が降っていれば差し支えはあるまいと思った。 その窓を開けて、そこから小弁をした。外は、この窓は藤棚で覆われているから、雨は大して当たらず、自分が自然に目をやったあたりは、カエデや桜や松などの茂った枝の隙間から、低いところにある大きな池の水面へ、ほんの一部分が、そこらに立っている伝統を反映して光っている。その水面が、大きな池の中心にある、 小さな噴水の余波で、ゆらゆらと揺れうねっている。木々の枝は風で音を立てた。再び寝床へ入っても、犬はまだ吠え続けている。自分は今日、宿の女中が妻に話していたことを思い出した。何でもこの宿の隣、と言っても、 木や池や道などを隔ててだいぶ遠いが、そこの主人というのが2、3年来理由のわからない熱病であったが、この2、3日は重滞だそうである。その人はまだ30かそこらだが、女房に先立たれて5歳には繊細の妹をもらった。繊細の子はまだ5つかそこらの男の子だが、それを夜中に急に枕元へ呼んで、 自分の亡き後のことを言って聞かせたという噂である。話の模様では、5歳は姉の残していった子供をあまり愛していないらしい。話をする若い女中は言いながら涙ぐんでいたが、田舎の娘らしい単純な態度を自分はいいと思った。今吠えている犬はその病人の愛犬であるが、 普段はあまり吠えもしないのに、この二三日、どうしたか、やかましく吠えるのだそうである。自分は、すっかり目が覚めてしまった。そうして、さっきの芥川の夢の分析を始めてみた。ごく浅い眠りの中で見たものらしく、大抵のことは、昨今の実生活と何か関係のあることばかりであった。自分は、夢の中でさえも、 実生活から脱し去ることのできない自分を自ら哀れんだ。空瓶の当店タンツは実際ある本である。自分は自分の書斎で谷崎にそれを見せたものだ。ただ化け物屋敷という観念だけはどこから来たかわからない。その夢から3日ほど後である。 留スタクから小包が届いた。その中から田中幸太郎くんが送ってくれた道君の近所、怪談全集歴史編が一冊あった。偶然のことだが自分は変な気がした。自分の軽微な格気は時期治りそうであるが、その代わりに自分は久しぶりで神経衰弱にかかったらしい。 雨が晴れた。花火を日向に干して、その夕方子供と一緒にそれを燃やして遊んだ。その時自分は思い出した。この間の夢の化け物小屋の色の変わる光は、この花火の光と同じものだった。女中の話では、林家の主人はまた持ち直しそうだという。そのせいか、 犬はもうあまり泣かない。平凡、1928年11月号掲載。